天然乾燥に近い製材品を作るため、木屑を燃料としたボイラーを使用、結果としてゴミの少ない工場を目指します。私の仕事は山を整備し育てることです。山を整備して木を育てていくことは、社会に貢献できていると実感できる自信の持てる仕事です。間伐材も有効利用することです。磁気筒をうまく使うこと、木を切ることがそこまでまだうまくないので、今後勉強をして頑張りたいと思っています。働きやすい環境づくりです。これからの若い令和世代の方々が働きやすい環境を作っていきたいと思います。木を植えて森林整備から製材まで一貫して行えるということですね。山を守るということは水を守ること、生活環境を守るということにつながります。ぜひ私たちと一緒に社会全体に貢献できる仕事をしましょう。